トップスイングの基本ど真ん中をスイープさんに聞きたいと思いますので、クラブ持つとどうしてもこう振ることを意識しちゃうんで、うん、体の動きからかなり重要なポイントを教えていきます。はい。おお。飛びすぎじゃない？飛びすぎじゃない？皆さんこんにちは、アンチャンネルです。前回に引き続き杉プロさんにゲストで来ていただいております。前回までの動画でもうスイングのめちゃくちゃ大事なでさえやっとけばいいっていう、いや本当そうです。もう腰から腰の間のスイングができれば、うん、もうほとんどゴルフの動きはできてるもんなんで、前回までスイングの右の部分を、習ってきたんです。ここもめちゃくちゃ重要ですよね、トップスイングっていうか、うん、そうですね、うん、でここからはもうあのスイング全体的な動きから、うん、トップの形からダウンスイングまで、そこをもう超基本を、トップスイングの基本ど真ん中をスイープさんに聞きたいと思いますので、はいはい、覚えること多いと思いますけど頑張りましょう、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルはですね、この土初心者マイカーを育てていくのと視聴者さんに寄り添ったレッスンチャンネルになりますので、チャンネル登録ぜひお願いします。この辺がわからないことを解説してほしいとか、はい、そういうのがありましたらコメント欄たくさんください。はい、じゃあマイカちゃん、ね、スイングの全体像というか、あのフルスイングした時の、まあ、動き、これをやるんですけど、最初にシャドウをやってみたいと思います、はいはい、でまず、こう前傾ですね、前傾手をこう、うん、でここから、ね、左の肩を、はい、右の足に乗せるような感じで、はい、90度ぐらい回していきます。でこの時に顔が右を向かないように、うん、顔は残して、うん、そう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 、で右足の上に乗せる感じ、はい、今の感じで、ここから今度は左足に乗せながら、はい、腰を回しながら左に回っていきます。でまず一つ目大切なのは、さっき前傾って言いましたけど、はい、この前傾があるってことは背骨がねこうなってるわけ、はい、そしたらこの斜めになってる状態に対して肩が若干下を動かないと、前傾を してるんで若干肩が左の肩が下を向くぐらいで、あんまり深くこう下げる必要ないので、はいはい、でその時に右の足が流れないようにして、うん、ここで支える感じで左の肩を回して、おいいね、この時に大切なのが、プローチの時この腰から腰でやった顔がね今ね一緒にね、うん、これがね手動いてるそうです、ね、こうやって動いてる、はい、顔は右、腰は左です。この動作を上げてこうやって何回かやってみて、そう、うん、この左膝を少し伸ばす、はい、うん、ちょっと伸ばすとかっこいい、そうそうそう、はい、これつけてね、はい、うん、注文が多いね一つの動きにやっぱりする方が一回ありますよね、そうそうそう、こうね、そうそう、はい、今度はね、ボイボイボイ、正面向いてもらって、はい、こっちで、はい、手はね、さっきこうしてたので、こうです、もう手、ガランとしてるんで前傾だけ作って、はい、手の動きは適当でいいですけど、はい、ちょっと斜め上に上げるような感じで、はい、はい、手で、手の感じで、そうそうそう、右足を流さないようにして、はい、顔をここね、はい、ここから体を回しながら、そうです、こんな感じ、おいいね、こういう感じです、はいはい、これをシャドウでね、何回も何回もバッチングで、フォロー、うん、あの少しね、右のこの腰が流れるんですよ、はい、少し、ね、流れるんで、この右の腰は後ろにちょっと引く感じです、そう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 、後ろに、後ろ側に一緒に行かないようにですね、うん、はい、引く感じで肩を回してください、はい、お、いいね、ラグビーの形、はい、これきついきついです、これで大体まっすぐになってて、はい、いい感じです、はい、うん、でこれから左側に、おお、OK、OK、はい、はい、まずこのシャドウでね、大体のこの体の動きが分かるようになるので、はい、お家とか打つ前とかなんでやってみて、家の部屋でできますよね、何もいらないから、そう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 、じゃあマイカちゃん、今のこのシャドウの素振り、あのクラブ持たないやつを今度クラブ持って、はい、今と同じイメージで素振りをしてみてください、はい、スイング、うん、おーいいねだいぶなんかそれっぽくなってます、それっぽくなりました、はいはい、
腰後ろ、うん、OK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  一球打ってみましょうか。一球、はい、はい、はい、やります。OKOKOK、 ナイスナイス。初めてのフルスイング。初めてのフルスイング、初めてのフルスイング、初めてのフルスイング。これにしてはなかなか、うん、おお、まっすぐやん。やったこれはもうベスト終了。いやいや、もうちょっと今回は一番難しいところなんですけど、はい、かなり重要なポイントを教えていきます、はい、それは何かというと、トップの一番上に上げたところ、はいはい、この形をちょっと徹底的にやります、はい。バックスイング、まず、この前やった、はい、このところね、はい、ここをまず意識してください。でここで手元とヘッドが重なるようにします、はい、このフェースの面をしっかり合わせるというときね、はい、ここは OK ですか。 OK です。でね、ちょっとだけ手首を少しこうヒンジって言って、はい、少し内側に使う状態をこう作ります。はい、今最初まっすぐですよね、はい、だから少しだけ曲げます。ここが曲げる、ちょっとね、ちょっとだけ曲げていきますね。まずここの状態、はい、でここからねバックスイング上げますけど、はい、まずどんな感じかわかりますね。いきますよ、はい、上に来て、いきなり伸ばします。で前傾作りますこういう形、綺麗、綺麗。これができると綺麗、ものすごくいいんですけど、これ自分で見たら、はい、どうやってるか全然わかんない、わかんないですでも今いい形なんですで基本はこの左の腕とシャフトとそのフェースの面ですね、はい、これが一直線になる、一直線で斜め45度ぐらいで一直線になる、こういう感じですかね。そうです、そうです。なるほど。がいい形なんで、これをやんなくちゃいけないんですよ、はい、これができたら、はい、もうゴルフのスイングの50点、だから要するにバックスイングの半分なんだけど、はいはい、がもう取れている状態なので、ここがパーフェクトできるようになると、あとは手が絶対上手くなります。なるほど。逆にここ間違っちゃうとダメですよね。そうです、そうです。半分がダメってことですもんね。そうなんです。まずここで手元とヘッドの面を合わせますね。はい、次はここです。一番ここから難しいのが、この上の動きね。これがね、今度は右の肘を支点にしながら、クラブが上がっていって、左腕は絶対に伸ばしておいてください、はい、でこのまま肩を回して回っていく。今ね肩が一緒にこう起き上がってる難しいね、難しい。ここをね一番だから最初わからないんで反復します、はい、きます。こう来て、こう、もう一回補助します。はい、はい、こう来て、こう、今こうしっかり揃ってます、はい、すごい綺麗ですね。じゃあちょっと手離しますので、はい、今度は自分で上げてみてください、はい、ストップ。今ね体から手の位置が近すぎる、はいはい、でもっと離して、はい、はい、こうなってます。こう、はい、ここではなくて、はい、うん、うん、で左手の甲を上に向けないと一直線になんないんです。なるほど、うん、ここはね一応難しいんですよ、ね、今ねこうなってます。こう来て、はいはいはい、これが左手の甲がこうこっちを向いてる、上を向けなくちゃいけない。はい、向かい、だいぶいい、だいぶだいぶだいぶ45度ぐらい苦しいね、ちょっと苦しいですね、はい、ここができたらもうすごく良くなる、うん、絶対良くなりますから。今スギプロさんは左手で説明をしたと思うんですけど、うん、僕はどっちかというと説明するとき右肘を結構説明してて、うんうん、上げるときにマイカちゃんも右肘が曲がりすぎてグリップが体の近くに来るとちょっとマイカちゃんっぽくなってしまうんで、できればこう、はい、もうちょっと右肘を伸ばしたままというか、はい、僕はそういうイメージでもいいんじゃないかなと思います、うんうん、ですね、はいはい、まず杉プロさんがおっしゃったようにここのポジションが大事なんですよ、はい、でここからのイメージなんですけど、右肘も伸ばしたまま上げて
そうそうそういいね。で、だいたい右肘伸ばして上げてくださいって言っても多くの方がこれ100度ぐらいになる、うんうん、右肘曲げていいですよって言うとちょっとこういう風になる方が多いので、まあ、できればちょっとワイドにグリップを体から離して、上げてもらうといいんじゃないかなと思います。あともう一つがここが曲がりながら右肘が内旋するんです。内旋ってどういうことかこういう形になっちゃうんです。右肘がこういう風に内旋って言って内側にこう来て縮んでこうやって上がっちゃうんで、どちらかというとめちゃくちゃ大事なんですけど、このポジションから肘はなるべく遠くに持っていきながら外旋の後屈って言ってこう少しこっちの動きを入れてやると、先ほど次、まあ、結局次プロと言ってること一緒なんですけど、右肘をここからこういう風に持っていってあげるとこれが真下を向きやすいです、うん、これがこのポジションからこう肘が内旋しちゃうとこういうトップになりやすいので、まあ、結局あの次プロと言ってることは一緒なんですけど、まあ、どっちの肘が合うかですね2人とも言ってることは一緒で、やっぱりこうグリップを近づけすぎないこと、もっと離すことと、あとやっぱりこうクロストップって言うんですけど、こう複雑なトップスイングにならないように、うん、先ほど杉プロがおっしゃったように45度じゃないこのポジションから、まあ、肩が上がらないそうそう、この感じに持ってこれるかどうかっていうのが大事になってくると思うので、こういうのが良くないです。こうやって抱え込んで、うん、こうなっちゃうのがあんまり良くない、うん、こうなるとね。テイクバックの手順は合わないんですけど、この作り方が僕なりのがあるんですけど、はい、ちょっと右肩に前傾取って右肩にクラブを担いでもらって、はい、前傾取ったのそうで体を90度回してもらいます。そうでここから手を思いっきり両手伸ばしてます。で顔を元に戻す。おいいね。これの時は結構ねかっこいい。なるほど。こういうのなりやすい、うんうんはい、こういうのもまあ、いいですね。ちょっと自分の生徒の方も教えます。あ、いやいや、そんなことです次プロがおっしゃったようにこっちでイメージしてもいいし右でイメージしてもいいと思うんで、はい、いいね、かっこいい。はい、あとは思い切りよくなるといいですね。 OK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  どうですかね、40度になってますかねだいぶいいですね。だいぶまっすぐです。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあクラブをちょっと変えて、7番アイアンで今の動きで打ってみます、はい、おおこれは100ヤード近くまで、ちょっと飛びすぎじゃない飛びすぎじゃないナイス、やったすごい良かったです。なのであのトップの形がいいと思う、当たるんですよ。すごい、これ不思議なことで、なのでここ命トップ命で、はい、トップ命いただきました、はい、完璧です。あとは練習をもうやるぞ、100万発で、ねまあ、基本的なスイングを繰り返しを覚えることで自分の癖が間違ってないスイングになるんです。そうすると最強なんだ。そうですね、癖がですね最初のね大事ですよね。最初のついちゃうとね。杉平さん、ありがとうございました。いえ、とんでもない。ありがとうございました。いやー、まあ、めちゃくちゃ勉強だったね。すごい勉強になりました。いや、杉平さんおっしゃったように、まあ、最初の形が本当に一番大事なんで、うん、いい癖ができるまで、今日習ったことを忘れないように、はい、次回会う時もあのちゃんとお、できてるねって言われるように、頑張っていきたいと思います。はい、皆さんご存知だと思うんですけど、あの概要欄の方に杉プロチャンネルの方の URL 貼っておりますので、あの、めちゃくちゃ本当に王道のレッスンチャンネルとなっております。ぜひご観覧ください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいスイングをしてもたまに当たりません。これ 100% です。こういう風にみんななりがちで、うん、手前にこう引きたがるんで、グリップを体の近くに持ってきたがるんで、なるべくワイドに上げて、右肘外旋。ふわで。ちょっとちっちゃいんで、うん、大きいと当たる。ドライバーってことですね。初心者ドライバー。おお、すげえ。